サミュエル・ベネディクト・パラーゾは、アメリカ合衆国メリーランド州出身の元プロ、野球選手、監督。1972年にミネソタツインズと契約。1977年9月13日に、メジャーデビュー。1979年にサンディエゴ・パドレスでメジャーに、再昇格したが、メジャーでの出場は通算で12試合にとどまった。1980年に、 ヤクルトスワローズに入団し、来日。走攻守揃った内野手として一番打者で活躍し、前年再開に沈んだチームの2位浮上に貢献したが、盗塁の失敗の多さが響き、1年で退団。1981年は、ニューヨークメッツ参加のトリプル A 級タイドウォーターでプレーし、同年限りで現役引退。シアトルマリナーズでのコーチ時代引退後からマイナーの監督。 コーチを経験。1987年に、デーブ・ジョンソン監督率いるニューヨーク・メッツの三塁コーチに就任。1990年には、ルーピネラ監督のシンシナティレッツの三塁コーチに就任。1993年には、ピネラと共にシアトル・マリナーズに移籍。1996年に、ジョンソン監督に招聘されて、ボルチモア・オリオールズ三塁コーチに就任。 2001年からベンチコーチに就任。2005年8月4日にリーマジーリ監督の解任を受けてオリオールズの監督に就任した。2006年シーズンは機動力重視の再配でリーグ4位のチーム東塁数121を記録し、アリーグ東地区4位につけていた。2007年は6月に地区再開に転落し、その責任を取る形で6月18日に解任された。 2008年には三類コーチとしてマリナーズに復帰したが、1年限りで退任。2009年にフィラデルフィアフィリーズに移籍し、2012年まで務めた。ありがとうございます。